海外で発生した地震についてお伝えします。本日日本時間の18時24分ごろ、ギリシャのクレタ島で大きな地震が発生しました。マグニチュードは 6.4、 震源の深さは10キロと推定されています。この地震によってですね、こちらの周辺の方では弱い津波の方が発生しましたけども、津波の被害の心配はなしといったような状況でした。震度の方ですけども、改正メルカリ震度階、こちらの方は国際的に使われているものですけども、それでの最大震度は8、その周辺では7ということで、日本の震度に合わせますと一番強いところでは震度5強から6弱ということで、先日関東地方では最大震度5強の地震が発生しましたけども、それと同程度の揺れがあったということが予想されます。ですので、このクレタ島の方では場合によってはまた住家被害などが出ている可能性があります。以上、海岸で発生した地震についてお伝えしました。